Antonio Campi, who was born in 1522, three years later after Leonardo da Vinci died in 1519, drew the same three fingered feet of a witch in his painting of the Secret of the Passion of Christ in 1569 when Antonio Campi was 49 years old. These years here mentioned are very much important for today's video. I say again that Leonardo died in 1519, though I know that Leonardo's death date was concocted, but this is not a point for today. Antonio Campi was born in 1522, three years later, and painted The Secret of the Passion of Christ in 1569 when he was forty-nine years old. Both Leonard painted in the Annunciation and Camp in The Secret of the Passion of Christ drew the same three-fingered feet of Strix, the worst witch in those days. Therefore, both were the same puppet artists for jesus christ who resurrected in the renaissance because it is i, hiroshiyashi, who found these three-fingered feet in their paintings, especially at the foot in the leonardo painting, the annunciation i did in 2013. i was the first to find the foot. Knew it. カンピのカイタエノナカニサンボンアシノアシガエナカ e ティマシタソシエソノ e シワダヴィンチノカイタジュタイコクチノエノナカニカクシコマレテイタサンし込まれていた三本指の足と。 一致しました。が、カンピはその足のことを知るよしもありませんでした。なぜなら、カンピはダヴィンチが死んだとされる1519年の3年後に生まれていたからです。また、カンピは自分が49歳の時にその絵を描いています。また、ダヴィンチの受胎告知の中に3本指の足、つまり 魔女中の魔女ストリックスの足が描かれていたことを2013年2013年に発見したのはこの私林博だったからです。これはこの500年間誰も気がつかなかった事実です。つまりアントニオ・カンピもまた1500年後のイエスの操り人形でした。その証拠と証明を皆さんに お見せします。広志林浜松市、ジャパン。アントニオ・カンピが1569年に描いた絵がこの The Secret of the Passion of Christ、つまりキリストの劇場の秘密という絵です。この絵の中には数々の謎が隠されています。本題に入る前に、 まずその謎の3つを皆さんに紹介しますここに描かれている人物はイエス・キリストということになりますが頭から7本の光線が出ていますイエズス・スカイもしくはイルミナティとの深い関係を示す光線ですそしてそこの光線は後の自由の像の光線の数と一致していきます そしてこれがカペラシスティーナのミケランジュロの描いた壁画です。この壁画の右下にもやはり頭から光線を出している神が描かれていますただこのミケランジェロの描いたシスティーナ礼拝堂のこの人物の光線の数は7とは数えられませんがしかしよく見ると5本もしくは7本というふうに数えられます のの像の光線さらにはミトラの光線の数と一致していきますそしてこの下の部分に注意してくださいここには白い植物といいますか白い葉っぱのようなものが描かれていますそれと同じものがレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる「岩窟の聖母ルール版」の下の方にも描かれていますこれは偶然の一致なのでしょうか 右の天使の足の指も3本であることに注意してください。向かって一番右側,右側のですね、白い指は、これは指ではありません。だまし絵です。色が違います。ともかくもそれは別として、上の葉っぱの色と、そして花びらですね、下の花びらの色を比較してみてください。同じであることがですね、皆さんにも分かっていただけます。と思います。まあ、このように偶然の位置とは言えない 奇妙な一致がですね、カンピの絵とレオナード・ダ・ヴィンチの絵の中にあるということです。またその絵の中、岩窟の聖母の中に描かれている、まあ、岩石とですね、そしてカンピの絵の中に描かれている岩石が大変よく似ているといいますか、コンセプトが同じといいますか、同じ画家が描いたといってもおかしくないほどよく似ている点にも注意してください。となると、アントニオ・カンピは、 レオナルド・ダ・ヴィンチの弟子であったということになるのかもしれませんが残念ながらレオナルド・ダ・ヴィンチが亡くなった後その3年後にアントニオ・カンピが生まれたことになっていますともかくもこのように一致しているということですねでいよいよ本題です アントニオ・カンピが描いたとされるキリストの劇場の秘密の絵の中にこんな足が隠し込まれていました注意深く見ないと見落としてしまうような足です頭が中央に描かかりその左右に手足のようなものが描かれていますそれと同じものが受胎告知の右下のこの部分に描かれています 2013年に私、林宏が発見した足です。フクロウのような置物の足の上に3本指の足が描かれています。その足の指と、そしてンピの描いた足の指を比較してみてください。形、まあ、色は違いますけども、形は全く同じです。向かって左側の指から順に追いかけてみてください。 真ん中の指ですね。そして3本目がここに来ます。その下にフクロウのような置物の足があります。ですから、ここで交差しているところにいるということになります。つまり、全く同じ形の同じ足がですね、ンピの絵の中にも描かれていたということになります。そしてその右下のこのダビンチの足は、私、林宏が2013年に発見するまで、 誰にも発見されていませんでしたこの500年間、誰にも発見されていませんでした。つまり、カンピはですねこの足のことを知るよしもなかったはずです。さらに、こんな事実もあります。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるアイル・ワースのモナ・リザです。このののモナリザの向かって左側の下に 奇妙なものが描かれています普通の画家であるならばこんなところにこんなものは描きません絵そのものが台無しになってしまいます同じようにンピの絵の中にも右上にこんな奇妙なものが描かれていますやはり普通の画家であるならばこんな奇妙なものをここには描きません絵そのものの構図が台無しになってしまいますもう一つ 比較してみてみくださいアイルワースの「モナ・リザ」です。奇妙なものが描かれています。そして、カンピの「キリストの劇場の秘密」です。やはり右上に奇妙なものが描かれています。つまり絵全体がが持つコンセプト同じとというこです絵全体が持つコンセプトが同じということです。 繰り返しますが普通ならこうした得体の知れないものを描くことによって普通なら絵そのものが台無しになってしまうということです絵の構図そのものが台無しになってしまうということです普通ならこういったものを描くということはありませんあるいはあなたならこういうものを自分の絵の中に書き込みますか ということで結論です最初の話に戻りますンピの描いた絵の中に奇妙なものが描かれていました中央下ですねで頭のようなものがあってその左右に三本指の手もしくは足が描かれていますそれと同じものが受胎告知の右下のこのフクロウのような 置物の下に描かれていますこの足は2013年に私、林博士が発見したものです。それ以前には誰も知りませんでした。誰も気がつきませんでした。その手もしくは足を比較してみてください。コンセプトといいますか、形そのものが全く同じです。三本指です。向かって左側から曲がった指、中央の指、 そして向かって右側の指ですその下にフクロウのような浮物の白い足が見えていますつまりその上にこの3本指の足もしくは手が描かれているということですこれら両者は色こそやや違いますけれども全く同じです爪の表現の仕方も全く同じですということはカンピは右のダヴィンチの描いた3本指の手ある,あるいは足に気がついていた ということになりますが、それはありえません。カンピが生まれたのはダヴィンチが死んだ1519年の3年後です。そしてカンピがこの絵を描いたのは、左の絵を描いたのは49歳の時です。そして右下のこの3本指の足を発見したのは私、林広司で2013年のことです。つまり、このような形で図らずも1500年後のイエス・キリストは 操り人形芸術家たちを使って、まあ、はっきり言えば、ボロを出したということになります。つまり、このような形で、これらの絵を描いたのは、2500年後のイエス・キリストだったということになります。そしてダ、ダヴィンチも、カンピも、ただの操り人形だったということになります。Bye for now! Shreks, as well as Lamia, is a vampiric witch from Greek and Roman folklore. Its favorite victims are infants and small children, but it is also known to attack lone travelers who venture too far into the wilderness. ラファエロ・サンティオペンティマリアエス・トリックストレオナルド・ダ・ヴィンチイン・ヒス・ペインティング The a ラミアと並んでストリックスもまたギリシャおよびローマの民話の中ではヴァンパイア的な魔女でした 特に幼児や子供を好んで食べていましたが、時に荒野を一人で旅する孤独な人を襲って食べたとも言われています。ダヴィンチは受胎告知の中でマリアはそのストリックスであったということを表現しましたが、ラファエロ・サンチオもまた自分の絵画の中で マリアはストリックスであったということを表現していました。広やし、ジャパン。今ご覧いただいているのはですね、マリアの下にあるものがカーペットなのか台なのかというところです。 で、マリアの赤い衣服の垂れ具合からしてですね、これはカーペットであると判断しました。一見すると台のようにも見えますが、カーペットです。そのカーペットの下からはマリアの三本指の足が覗いています。注意深くご覧ください。この袋の置物の下ですね、その下に三本指の足が見えています。 レオナルド・ダヴィンチなる1500年後のイエス・キリストの操り芸術家はですね、このような形でマリアは魔女であることを示しました。三本指の足です。バイ・ハヤシ・ヒロシの発見です。これが足ですね。一見すると四本のようにも見えますが、私は三本指の足と判断しました。下が同じく レオナルド・ダ・ヴィンチが表現した解剖図ですけれども、一般にはこれはクマの足と言われていますけれども、クマの足ではありません。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけれども、この足がこのように出ていると、私はそのように判断しました。まあ、隠し絵、騙し絵の手法ですね、まあ。このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通して、1500年後のイエス・キリストは、 マリアは魔女であることを示しました。つまり、マリアは、えー、ストリックスであることを示しました。で、ストリックスというのは、まあ、フクロウということになるわけですね。で、この人もですね、どうも足がおかしいということで、まあ、紹介しましたけども、はっきりしません。で、この中央にいる天使を見ていただきたいんですけども、 この手がやはりおかしいんですよね。まあ、このような形で、まあ、中世の絵画の中にはですね、まあ、人間ではないような人間が描かれているということです。で、この受胎告知の絵も例外ではありません。やはり、このカーペットの下からは足が覗いています。そして、この置物に注意してください。この置物も、まあ、奇妙ですよね。ということで、ラファエルの話に つなげていきますラファエロ・サンチョもまた三本指の、まあ、奇妙な人物を描いています。これがその絵です。この絵の中には三本指の人物が描かれています。ラファエロ・サンチョはレオナルド・ダ・ヴィンチ・の の弟子ということになります。で、そのラファエロサン地をの書いた、この部分に、絵の、この部分に注意してください。足が描かれています。この足もやはり3本指で、そしてその先に爪があるのがわかります。まあ、ここがですね、今日のポイントですから、注意深くご覧ください。3本指ですね。 で、この指について検証してみます。これがラファエロの描いた三本指の足ですで。先ほど紹介しました、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の中に描かれている三本指の足と比較してみてください。大変よく似ているのがわかります。この絨毯の下。 お着物の下ですね。ここにその指が描かれています。で、こうして並べてみるとですね、まあ大変よく似ているということになります。まあそれも当然ですよね。ラファエロも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、そしてミケランジェロも、皆1500年後のイエス・キリストの、つまりは操り人形でした。まあ1500年後のイエス・キリストはこうした あやつり、人形、芸術家を通して、自分の、まあ、アイデンティティ、並びに、アジェンダを、私たち、人間に示したということになります。下はですね、以前は、リリトと言われていましたけども、一般説では、イシュタールに落ち着いています。その、イシュタールもですね、やはり、三本指である点に注意してください。まあ、魔女中の魔女ということになるわけですね。で、三本指です。 で、この三本指と大変よく似ているという点に注意してください。なし、このような形で、ラファエロ、あるいはレオナルド・ダ・ヴィンチを通して、マリアは魔女であることを示したということになります。左が、イナンナ・イシタールということになります。右が、受体・告知の絵ですね。まあ、このような形で、1500年後のイエスは、 自分の姿勢を鮮明に、まあ私たち人間に示したということになります。この置物に注意していただきたいんですけども、フクロウのようですね。そして左の絵に注意してください。これはフクロウでも耳がありません。耳のないフクロウです。耳のないフクロウすなわちストリックスということになります。まあローマ時代には、まあ魔女の、いわゆるまあ象徴的な動物として、 表現されていました。耳ふさのない袋、つまり、ストリックスということになります。その袋、ストリックスと置物は酷似しています。つまり、このような形で、えー、1500年後のイエスは、ここに描かれている、まあ、人物はですね、ストリックスであることを示しました。そのストリックスについて、 簡単におさらいしておきたいと思います。先ほども言いましたように、まあ、ヴァンパイアなんですねえ。特に、まあ、子供や幼児を好んで食べたということです。ストリックスとラミアは二大化け物のことであり、まあ、魔女を意味すると。そして、えー、ストリックスはヴァンパイアを意味し、特に幼児や子,の子供を好むと。 また荒野に入り込んだ孤独,孤独な旅人を好んで食べたとあります。シカゴユニバーシティのホームページです。で、ここが重要ですけども、えー、ダヴィンチは1たす1の手法で、この2人を合わせてストリックスであることを示しています。まあ、この赤い丸で囲んだ部分ですね、これは猛禽類の翼です。 そして、右下に三本指の足が描かれています。1たす1は1、1ですね。つまり、この二人を通して、マリアは、えー、ストリックスであることを示しました。岩窟の聖母の中ではですね、1たす1を通して、えー、ラミアであることを示しました。えー、つまり、まあ、レオナルド・ダヴィンチェの画家を通してですね、1500年後のイエスは、まあ、マリアは、ストリックスであり、 ラミアであることを示したということになります。まあ、今日は、その、えー、ラミア説については、えー、割愛させていただきます。ともかくも、受胎告知の中で、二人合わせて一人の、えー、魔女、すなわち、えー、ストリックスであることを示したということになります。では、この足の人物は誰かということになります。これも、この、まあ、人物も果たして、 果たしてということになりますけども、えー、ラファエロはその証拠をこの絵の中に残しました。この足の人物は、この左から二人目の人物の足ということになります。左右の人には二本ずつ足があります。つまりこの赤枠で囲った人の足ということになります。ここが今日の結論部分ということになりますから注意深くご覧ください。この三本指の足の人物は、 この人物の足ということになります。そしてこの手を見てください。マラグスの手です。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついています。中指と薬指がくっついています。同じ手をミケランジョロなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスはピエタ像の中で表現しています。このマリアの手に注意してください。 マリアの手に注意してください。左右反転してみました。やはり中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。マラーノの手です。えつまり、左のピエタ像のこの手はマリアの手ですから、右のラファエロの書いたこの人物もマリアということになるのです。この人物はマリアということになります。えつまり、 ラファエロも、まあラファエロというよりもですね、1500年後のイエス・キリストは、ラファエロという画家を通して、まあこの人物がマリアであることを示しました。もともとそれら芸術家の上に立つ1500年後のイエス・キリストの作品ですから、このようにアジェンダが一致していたとしても、何らおかしくないということになります。 もう一度以前作りました動画を皆さんに確認のためにご覧いただきます。これは997号で発表した動画です。ここにある置物は何かということですね。まあ、一見すると、まあ、ウのように見えますが、よく見ると、やはりフクロウのように見えます。フクロウなんですね。まあ、このような形で 1500年後のイエスは、ここに描かれているのはフクロウなんだよということを示しました。そしてその置物の下にですね、三本指の足が覗いています。フクロウと魔女とは大変仲が良かったようですね。ハリー・ポッターの中でもフクロウがあちこちに出てきます。ともかくもフクロウですよね。で左のこの、まあ、いわゆる天使と言われている人の 背中を見ていただきたいんですけども、この翼は猛禽類の翼です。まあ、いわゆる、まあ、肉食性のうまあ、鳥のですね、翼ということになります。まあ、その代表格が言うまでもなく、フクロウということになります。翼をしっかりと見てください。フクロウですね。まあ、猛禽類の中でも、フクロウの羽そのものであるということです。 えつまり、まあ、ここでも一つの隠し絵ということになるわけですけども、ここに描かれているのは、ステリックスであることを示しています。で、ローマ人はフクロウをステリックスと呼んだ、魔女を意味したということです。そして相手をじーっと凝視する目を持つ、目の女神としても知られていました。ですから、この左の天使の目は、相手をじーっと睨んでますね。じーっと睨んでいる点に、 注意してください。つまり、受体告知の中に描かれている人物は1、1たす1イコール1の原則で、つまり、ストリックスであることを示していました。これが、この動画の結論ということになります。バイ。 jesus christ or as a matter of fact christ after 1500 years left many messages to us human in the renaissance and here the one about maria and christ who are maria and christ where do maria and christ come from here in this video You wouldn't know my answer to this question. ルネサンスという時代に1500年後のキリストは私たち人間に多くのメッセージを残しました。ここで紹介するのはマリアとキリストについてのメッセージです。マリアとキリストとは誰なのかマリアとキリストは どこから来たのかこの動画の中で私の答えを皆さんにお見せします。広志はやし、ハママシティ、ジャパン。ミケランジョロなる1500年後のキリストの操り芸術家が書いたとされる天井画が システィなレアハイドウの天井画です。その天井画のほぼ中央にその絵があります。この絵に注意してください。この絵を拡大してみます。で、この絵の向かって左側に一軸の木が描かれています。一軸の木です。そしてその右にですね、一軸の実が描かれています。 この絵が何を意味するか、もう皆さんお分かりですね。この左にいる人物がアダムということになります。アダムです。そしてその右にいるのがイブということになります。イブです。そしてこの絵の中央部を見てください。下半身が大蛇の人物が描かれています。えー、一般に リリトと言われてますけども、リリトは、下半身は大蛇ではありません。が、なぜ、ミケランジェロはここで大蛇を描いたかということなんですね。それは、ントジェロームが翻訳したバルゲート、すなわち、ラテン語の聖書の中では、リリトイコールラミアとなっているからです。ラミアというのは、下半身が蛇の魔女でした。そして、人間の子供を食べていました。 そしてその右にいるのが、アダムとイブの子供のカインということになります。えー、その右にいるのはカインの妹でもあり、えー、妻でもある人物ということになります。この中央のもう一つ、このリリとイコールラミア、バルゲートによればリリとイコールラミアなんですけども、この人物に注意してください。つまりこれがダヴィンチによればですね、えー マリアということになります。そして向かって右にいるのが、えー、ミケランジェロによればですね、これがキリストということになります。で、簡単にこの絵の中に示されている人物関係をおさらいしておきます。中央がアダム。そしてアダムの最初の妻がリリトです。が、バルゲートの中ではイコールラミアとなっています。 セント・ジェロームはラミアと翻訳しました。そしてアダムとイブですね。その間に生まれた長男がカインということになります。そしてその、まあ、妹イコール妻がその人物、右の人物ということになります。まあ、こういう人間関係にあるということです。 一方、1500年後のキリストの操り芸術家であったレオナルド・ダヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のイエスはこの絵を描き残しました。岩窟の聖母、ルーブル版です。その岩窟の聖母の中央のマリアに注意してください。このマリアは上半身が人間で下半身が大蛇のラミアです。 まあこのような形で、えー、1500年後のイエスは、今度は、レオナルドを通して、ここに描かれているマリアというのは、ラミアのことなんだよということを示しています。マリアの胸の模様、色、形ですね。それから、形と言いますか、風合いですね。そして、感じですね。と、左に伸びている岩の、まあ、質感と同じであるところに注意してください。えー、つまり、このような形で、 1500年後のキリストは、えーまあ、いわゆるリオナルドという操り芸術家を通して、えーまあ、ここに描かれているマリアというのはラミアのことなんだということを示しています。右がマリアの胸の部分です。左が、まあ、後ろに左側に伸びている岩の部分です。同じようにメイドを上げてみた、見ました。あるいはコン,サコントラストを上げてみました。ガンマを落としてンコントラストを上げてみました。全く 同じであるということに皆さんもお気づきになると思います。繰り返しになりますが、このような形で、えー、1500年後のキリストは、マリアというのはラミアのことなんだよということを、私たち人間に教えているということになります。まあ、ここが今日の一つの重要なポイントですから、もう一つ皆さん自身で確認してください、えー。つまり、中央に描かれているこのマリアという人物はですね、えー、魔女中の魔女、なあち、 ラミアであるということになります。そして、1500年後の、まあ、キリストがですね、まあ、描いたセント・ジェロームの絵はですね、えー、そのまま、ベロッキョのセント・ジェロームの絵と一致し、そのセント・ジェロームの翻訳したラテン語の、えー、聖書によればですね、リリトイコール・ラミアということになるわけです。ここで、まあ、ミケランジェロ、そしてダヴィンチ、そしてセント・ジェロームの イデオロギーが一致するということになります。そこが重要です。もう一度確認しておいてくださいね。ここに描かれているマリアはラミアであるということですね。そしてラミアイコールリリトという説は、ラテン語の聖書のバルケートに書かれている内容と一致するということです。つまりセント・ジェロームが翻訳した聖書の内容と一致するということです。 で、中央がですね、えー、リオナルド・ダヴィンチなる画家が開発される岩窟の成母の中のマリアです。そして左右が、まあ、ラミア。現代アートにおけるラミアということになります。まあ、魔女ですから、良いようには表現されていません。えー、つまりこのような、まあ、魔女中の魔女ですね。そして、えー、人間の子供を、まぁ、食用としていたということです。それがラミアなんですね。えー、つまりこのような形で、岩窟の聖母の中のマリア。 イコールラミア、イコールリートであり、そのラミアは人間の子供を食べていたということになります。左下の子供、一般にはイエスと言われてますけども、これはラミアの餌ということになります。まあ、右下に書かれている子供の方がイエスということになります。ですから、左下の子供は手を合わせて、あたかも命乞いをしているかのようにも見えます。そして、マリアの指先が、その子供の 皮膚の下に盛り込んでいます次に、ミケランジョロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵です。この中に、1500年後のキリストは重要なメッセージを書き残しています。これがカッシナの戦いですけども、この絵の中には一文字の形で、つまり隠し文字の形で7、77 5027という数字が表現されています。中部角ご覧ください。左から775027という意味です。この775027が何を意味するかですけども、えー、へ、まあ、ヘブライ語って言いますかね、実際には獣医知って言いますけども、ユダヤのゲマトリア、いわゆるまあ、わかりやすければ暗号によればですね、 七、七というのはキリスト。号令は聖書のビブリカルという意味です。そして二七がカインという意味です。まず、あ、このような形で、まあ、あの、暗号的に、ま、表現したということになります。ゲマトリアです。で、ゲマトリアについて簡単に説明しておきたいと思います。要するに、ま、カバラ、非数学に則っ,った、まあ、あの、表現方法だということですね。要するに、ま、いろんな言葉、 などをですね、言葉あるいは単語をですね、まあ、数字で表したのがゲマトリアということになります。えー、神秘主義のカバラに基づくものであると。まあ、それによりますと、7、7というのは繰り返しになりますけども、キリストを意味します。そして、合令はベブレカル、なおち聖書のという意味です。ここが重要です。まあ、こうした数字、そして暗号ですね、 まあ、ミケルランジェロなる画家を通して、1500年後のキ,、まあ、キリストがですね、私たちにメッセージを残したということになります。そして、27が、カインという意味になります。で、これら、775027をですね、げて読みますと、キリストは聖書のカインであるという言葉が浮かんできます。つまり、このような形で、まあ、ミケルランジェロなる画家を通してですね、繰り返しになりますけども、1500年後の キリストは、えー、つまりキリストというのはね、聖書でいうカインのことであるということを、なんだよということを示したということになります。これが、まあ、そのメッセージということになるわけですね。中部からご覧ください。左から、7、7、50、2、7と書いてありますね。バイ、林、ヤ発見ですよ。つまり、このような形で、1500年後のキリストは、 ミケランジェロなる操り芸術家を通して、私たちにメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが、ここが今日の重要なポイントです。77、Christ です。号令は Biblical です。そして27が k a n つまりカインということになります。こうして、まあこの内容とですね、そしてミケランジェロが書いた天井画の内容と、そして まあ、ダヴィンチになる画家が描いたとされる、岩骨の聖母の中に表現されているメッセージと一貫性を持って、と言いますか、一連性を持って繋がっていくということになります。そしてその、基本はですね、先ほども言いましたように、セントジョローム、500年後のキリストということになりますが、のセントジョロームが翻訳したラテン語の聖書の内容とも一致していくということになります。そして、 セント・ジェロームをですね、ベロッキオ、そして、レオナルドがですね、同じように描いています。他にも、ラファエロも描いています。シヌレリも描いています。ともかくも、775027はですね、キリストは聖書でいうカインであるという意味です。ここが重要です。つまり、カインこそがキリストであるという意味です。逆に、キリストというのはカインのことだよということにもなるわけです。まあ、このようなメッセージを、えー、1500年後の えー、キリストが残したということになります、まあ。ついでですけども、カインというのは、まあ、先ほど言いましたように、アダムとイブの子供なんですけども、まあ、嫉妬に駆られて、弟の、えー、弟をね、あのー、殺害してしまうわけですね。まあ、そのことを、まあ、聖書は詳しく説明しています。まあ、アベルの方のね、まあ、あのー、羊が褒められたもんですから、まあ、それに嫉妬したカインがですね、自分はあの、野菜、 を育てていたんですけどもね嫉妬したカインがアベルを殺すという話です。まあ、それは聖書の内容をそのままこ,のここに紹介させていただきました。それがまあキリストだということをですね、えー、1500年後のキリストは、えー、やはりこう操り芸術家のミケランジロを通して私たち人間に伝えたということになります。 いよいよ、核心部分です。もう一つ、シェな礼拝堂の天井画に注意してください。最初から簡単に、 おさらいしておきます。えー、システィな礼拝堂の天井画に、ミケランジョロなる画家はこのような絵を描き残したと言われています。その中央部にこの絵があり、一軸の木が描かれ、一軸の実が描かれています。で、左にいるのがアダム、そして右にいるのがイブということになります。そして、ここにいるのがリリトということになりますけどもあ、一般にはリリトイコールラミア説はありませんけども、セントジュロームの翻訳したバルゲートのラテン語の聖書によれば、リリトイコールラミアとなっています。 そして、その右にいるのが、まあ、その息子の会員ということになります。そして、さらにその一番右にいるのが、会員の妹イコール、まあ、妻ということになるわけです。その証拠が、この手を見てください。この、まあ、いわゆる、まあ、会員の手ですよね。この手の中指と薬指がくっついている点に注意してください。これは、今でもなく、シグラム・マラーノの手です。マラヌスの手です。マラい手の、 のはですね、もともとは隠れユダヤ教徒のベーシングでした。ユダヤ教徒たちはまあカトリックの迫害を恐れてですね、まあ、隠れてまあ表ではカトリックの信者のふりをしながら裏でユダヤ教を信じていました。で、右の絵はですね、やはりメケランジョロが失礼な礼拝堂の天井側に描いた神の絵ですけども、この絵の中でもやはり 中指と薬指がくっついています。マーラノス、シングラム・マーラノスの手です。マラノの手です。そしてこの中で人間と人間と神が手を指を合わせようとしていますけれども、ここでもやはりマーラノスの手が表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。イコール、これが神のシンボル的なハンドジェスチャーということになります。つまりこのような形でここに描かれているのは神イコールキリストなんだよということを示したということになります。シングラム・マラノスの味、簡単に言えば、 キリストのハンドジェスチャーということになります。その絵をですね、ミケランジェロがシスティな礼拝堂の随所に描いているということになります。そして、そのハンドジェスチャーがこの絵の中にも描かれているということになります、ね。すなわち、右から二人目は神、すなわち、イエス、キリストということになるわけです。キリストということになります。で、これで、ま、証明できましたね。つまり、中央にいるのが、えー、マリアということになるわけですね。 ラミアイコールリリトイコールマリアとなっていくわけです。で、右の方がカインイコールキリストということになっていきます。なあち、マリア、キリストはですね、それぞれが、元々はラミアイコールリリトであり、キリストというのはカインのことということになります。これが皆さんに今お見せできる私の証拠と証明ということになります。